何が起こっている？私はただ皆で遊べるものを作りたくて。なんだ、まただ今の声、本当になのか。いや、ありえない。ただのカードゲームだったはずだ。バカ、どうして。このままでは今すぐクイーンズブラッドを。のめり込みすぎるあまり見学でも見たか、亡霊でも見たような顔をしているぞ。そういえばクイーンズブラッドの生みの親である歴史学者のリドラルもカードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえると言っていたらしい。その後人前から姿を消し、自宅で孤独に死んだそうだ。このゲームに人生を狂わされた者は少なくない。それほど魅力的で奥深いというべきか。お前と戦って新たな神髄を見つけることができた。良い修行になった。感謝する。